大安市長は、中華人民共和国出身のプロ野球選手。宇藤右内。CNBL の天津ライオンズ所属。NPB では育成選手であった。中国野球リーグの天津ライオンズでプレーしていた。期待される若手選手の一人で、未熟さはあるが勝負強さとスピードなど身体能力の高さを持つ。ポジションは主に遊撃手。 2006年のワールドベースボールクラシックでは大会最年少の17歳で選出された。2006年シーズンに CBL の新人王に選出されている。2008年は最多盗塁、最多得点を記録しアジアシリーズにも出場した。12月2日にチームメイトのチンと共に天津と業務提携を結んでいる横浜ベースターズと 育成選手として支度金50万円、年俸240万円で契約。中国出身の選手の入団は、球団史上初めてのことである。2009年は、ワールドベースボールクラシックの中国代表に選出。湘南シーレックスでは3試合に出場。1塁と2塁を守り、2安打を記録する。公式戦出場機会は少なかったが、イースタンリーグチャレンジマッチでは、 フューチャーズの一員として出場機会が与えられた。2010年12月2日、横浜から来季の育成選手契約を結ばないことを通告され、自由契約が公示された。来季の2011年からは、再び天津ライオンズでプレーする。ありがとうございます。